八橋神社は、福岡県福岡市中央区東神町に鎮座する神社で、別名八橋稲荷神社。現在の祭神は以下の通りである。八橋神社は、天明の頃、伏見稲荷大こそより誕生され、1911年に東神町集会所の引き直しの時、政府の許可を得て、鳥海八幡宮境内から現在地に移った。によれば、 マスキア町の火災の折、突如風向きが変わり町内の全焼を免れ、かつ1882年11月に横町で火災があった時も強風にかかわらず、大事に至らず沈下したとされる。第二次世界大戦においても戦火に合わず、町が残ったため、暇よけ、海運、商売繁盛の神として、地域で大切にされている。奉仕されている、ご神霊には、明治2年、 山城国キーグにより五分礼と名がある。神事は、もともと、鳥海八幡宮の境内に鎮座していた関係もあり、鳥海八幡宮の宮司が取り行い、福笹や江戸の置物の授与、豚汁の振る舞い等が行われ、賑わいを見せる。初馬の日の当人町では、祭りで授与された、福笹を持って歩く人をよく見かける。神社境内は、江戸時代の儒学者で、 亀井南名が学長をしていた福岡藩の西学問書、関東館の跡地となっている。ありがとうございます。